Believe Yourself 赤木美香スピリチュアルチャンネル。今日もこちらのチャンネルをご覧いただきありがとうございます。さあ、今回は私の念願だった小櫃良一先生の深呼吸法時空、こちらを皆さんにご紹介したいと思います。思考と呼吸法がなぜ大切なのかというのは別の動画で小櫃先生に教えていただいておりますけれども、その2つをオリジナルで先生が作られた深呼吸法がこちらの30分の動画となります。私はこれを皆さんに伝えたかった。私がこれを教えていただいたのはちょうど後ろの写真のような森の中でホリスティック医学を学びに行く機会が何回かありまして、その朝7時早朝ですね、すごく空気が澄んで太陽がこう朝日が昇りたての朝日を浴びながらこの呼吸法を毎朝やるわけなんですけれども、そうしますと体が整って心が整ってその状態で講座を受けてみたいなことを経験して、その日一日がものすごくエネルギーがこう回っていくっていうんですかね、集中力が高くて、まあ、そんな経験をして、まあ、心を体を整えていくのにぜひぜひぜひ小櫃先生のこれを皆さんにお伝えしたいと先生にお願いしたところ、心よく OK と言っていただけたので、はい、今回お伝えしていきます。呼吸法と気功がなぜ大切なのかというのはまた別の動画で先生に教えていただいているので、ぜひそちらをご覧ください。そしてこちらの30分の深呼吸法、ぜひ毎朝または週に何日か、朝が難しければランチタイムとか、もしくはこう時間が空いた時とか、ぜひ続けてされていただければと思います。途中先生が呼空という言葉を使う、こうなんか呼空を眺めることをおっしゃるんですけれども、この呼空で私も一番最初聞いた時に何かしらと思ったんですけれども、ちょっと言葉を調べてみると、何も妨げるものがなく全てが存在する場所、例えば大空とか宇宙とか、まあ私がよく使う言葉だと大いなる源、まあ青空宇宙、まあそんなことを想像していただければいいのかなと思います。では深呼吸法時空どうぞ。はい、じゃあね、この時空というのは6つの部分からなるんで、まず第一の予備校っていうんですよ、予備の気候の校ね、予備校、これは体をほぐして経絡を伸び伸びさせる、気の通り道をね、それをまずやります。膝の屈伸で手を上げて重みで落とします。重みで落として反対の肩へ持ってきます。同じ側の肩へ、大椎、首の根っこ、そして今度は背中を叩きます。まず外側を上から下へ、少し内側を下から上へ、背骨を上から下へ、平成骨、尾骨なんですね。それから足に行きます。足は裏側を叩いて降りて、前を叩いて上がって、外を叩いて降りて、内を叩いて上がります。最後にお腹を3回で取ります。それから今度は丹田
の地を引き上げるように手を上げて、両手で頭を挟むようにして経絡を刺激します。息を吐きながら手を下ろします。首を回します。左から3回。右から3回。これで予備校が終わって、今度は2番目の天の木、地の木を体の中に入れてなじませます。まず天の木、息を吸います。頭の上で親指と小指が絡んで手が縦に並びます。男性は私と同じように右手が前、女性は反対に左手が前と、こういう形になります。男女で違うわけですね。で、今度は息を吐いていくわけですけど、膝を沈めて手を下ろしながら吐いて、胸の前で手をほどいて両脇に持っていって、吐き終わったら膝を落とします。あと2回やります。吸います。吐きます。もう一度吸います。これで天の木が入りました。今度は大地の木、下からすくうようにして吸います。顔の前で手のひらを返していっぱいに吸って、膝を沈めて左手の甲を見ながら入ってきます。ずっと左手を追ってます。吐き終わって膝を戻します。2回目、吸います。顔の前で手のひら返していっぱいに吸って、膝を沈めて今度は右手の甲を見ながら吐いていきます。ずっと右手を折ってます。吐き終わって膝を戻します。3回目、吸います。手のひらを返していっぱいに吸って、膝を沈めて今度は正面を見たまま視線を少しずつ下ろしていきます。はい、戻します。これで地の木が入りました。天の木、地の木を体の中でなじませます。息を吸います。手のひらを返して右手が左肩の上、膝を沈めて吐きながら上半身を左へ、吸いながら戻してきて、吐いて膝を戻します。今度は反対方向に行きます。吸います。手のひらを返して、左手が右肩の上、膝を沈めて吐きながら上半身を右へ、吸いながら戻してきて、吐いて膝を戻します。同じことをもう1回ずつやります。吸います。手のひらを返して右手が左肩の上、膝を沈めて吐きながら上半身を左へ、吸いながら戻してきて吐いて膝を戻します。吸います。手のひらを返して左手が右肩の上、膝を沈めて吐きながら上半身を右へ、吸いながら戻してきて吐いて膝を戻します。そして次は3つ目の
丹田呼吸法に入ります。これは椅子に腰掛けます。そしてまず観測は緩やかな息と書いた観測が基本になります。これが速報の間に1回ずつ入るわけですね。まず観測、吸って吐いて、吸って吐いて、吸って長く吐きます。前傾して吐き切ります。そして基本動作に入ります。基本動作1、起こす、自然に起こります。息は吸わなくていいんです。伸ばす、ここで吸います。落とすで水落ちを緩めて上半身を骨盤の上へ落とします。曲げるで前傾して吐きます。この4動作2、起こす、伸ばす、落とす、曲げる。3、起こす、伸ばす、落とす、曲げる。4、起こす、伸ばす、落とす、曲げる。5、起こす、伸ばす、落とす、曲げる。6、起こす、伸ばす、落とす、曲げる。7、起こす、伸ばす、落とす、曲げる。8、起こす、伸ばす、落とす、曲げる。9、起こす、伸ばす、落とす、曲げる。10、起こす、伸ばす、落とす、曲げる。11、起こす、伸ばす、落とす、曲げる。12、起こす、伸ばす、落とす、曲げる。体を起こして観測をします。吸って吐いて、吸って吐いて、吸って長く吐きます。次は体を起こして小波ろうそくです。今の基本動作を滑らかに続けてやってるような形になります。右手が水を打ち、左手下から、今起きた状態。これから息を吸って、水落ちを緩めてから前傾して吐きます。2、起こして吸います。水落ちを緩めてから前傾して吐きます。3、4、5、6、7、8、
体を起こして観察をします。吸って、吐いて、吸って、吐いて、吸って、長く吐きます。体を起こします。今度は大迅速、横波です。右手で左手を包んでおへその前。左に振って吸います。右に吐いて、左に吐いて、右に吐いて元へ戻ります。1回吸って3回吐くわけです。はい、1吸って、吐いて、吐いて、吐いて、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。はい、観測です。吸って吐いて、吸って吐いて、吸って長く吐きます。はい、体を起こします。今度は左右逆になります。左手で右手を包んでおへその前、右に振って吸います。左に吐いて、右に吐いて、左に吐いて元へ戻ります。さっきと左右が逆になってるだけです。はい、1吸って吐いて、吐いて、吐いて、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。はい、観測です。吸って吐いて、吸って吐いて、吸って長く吐きます。はい、体を起こします。そしてまた立ち上がります。次は虚空との交流です。4番目はですね、虚空との交流。その前に天の気を入れる動作を3回やります。足は肩幅で、息を吸います。吐きます。吸います。吐きます。もう一度吸います。吐きます。
そしてこれから国空との交流に入ります。足は3、4センチ離して揃えます。そしてまず息を吸います。頭の上で合掌、体の前をゆっくり下ろしてきて、 親指の付け根が団中穴というツボまで来たら止めます。団中というツボはだいたい乳首の高さです。そして指先を前に向けて、腕をゆっくりと前方に押し出していきます。肘が伸びたら小指から順に離していって、中指が離れたら手のひらを前方に向けます。人差し指と親指で三角形ができます。この三角形の中を通して遥か彼方の虚空を見ます。虚空が見えたら手のひらを肩幅に開いて、息を吸いながら今見た虚空から手のひらであちらの木を引き寄せてきます。はい、吸います。ぐーっと引き寄せてきます。吐きます。今度は自分の体の中の気を虚空に渡します。吸います。また引き寄せます。吐きます。こうして交流をしていきます。もう一度吸います。引き寄せます。吐きます。次は両手を15度ぐらい外に開いたり戻したり、開くときに息を吸います。引き寄せます。吸います。吐きます。吸います。吐きます。吸います。吐きます。次は手を真横へ持ってきます。これでまた吸ったり吐いたり、吸いますぐーっと引き寄せてきて、はい、吐きます。吸います。吐きます。吸います。吐きます。次は手を高く掲げたり下ろしたり、掲げるときに吸います。引き寄せます。吸います。吐きます。吸います。吐きます。吸います。吐きます。これで交流が終わって、今度は虚空と一体となります。手のひらを上に向け、つま先を左右と少し開いて、かかとを左右と大きく開いて内股になります。息を吸います。頭の上で合掌、体の前をゆっくり下ろしてきて、親指の付け根が団中穴まで来たら止めます。指先を前に向けて、両手で木のボールを作っておへその上へかぶせます。膝を緩めて、みぞおちを緩めて、下腹の筋肉を巻き上げるようにします。こうしますと背中にある木の出入りするツボである名門穴が開くと言われています。そして名門穴を開いたところで今度は手の中に宇宙を抱いて、目をつぶったまましばらく立ちます。宇宙を抱いている自分は虚空と一体となっているわけです。
で目を開けて足を元の閉じた位置に戻します。手は合掌して頭の上です。小指から順に離していって手のひらを前方に向けます。そのまま左右肩の高さまで下ろして、手のひらを上に向けて前に持ってきます。肩幅になったら止めて、両手の上に大きな木のボールをイメージ、この木を両手の中指の先から額にある陰道結を通して体の中に入れます。入れ終わったら肘を曲げて手を引き寄せてきて、中指が大方穴というツボに当たるんですけど、これは自分じゃ分かりませんので、ちょうどいい肋間に当ててくださるといいです。そして両方の中指が体の中でつながるというイメージをします。イメージができたら手のひらを上に向けたまま腕を真後ろに伸ばします。左右に開いて、体側で手のひらを返しておへその上で重ねます。この時も女性は右手が下になります。男性は左手が下。そして体の中に虚空の気がたくさん入ってますから、これを9回時計回りに回します。1、2、3、4、5、6、7、8、9。今度は今と反対に半時計回りで9回回します。1、2、3、4、5、6、7、8、9。そして手を自然に下ろします。それからこれから進行に入りますので、最後の6番目の整理運動ですね。で足を肩幅に開きます。そして手をこすります。次に髪の毛をすくようにして頭の皮膚をマッサージ、手の甲で首を挟んで手を前に下ろして両手をこすります。次に腎臓のところをマッサージ、手を自然に下ろして歯を噛み合わせます。下ベロを回します。反対に出てきた唾液を3回に分けて飲み込みます。はい、これで終わりです。ご苦労さんです。